今朝何時ぐらいですか？7時。朝7時。朝7時。まあ、7時ちょっと過ぎぐらいだね。でこれからサヌールエリア、うん、サヌールエリアって、まあ、クタとかレギャン、チャングーの西側に比べてちょっと静かでね、ガヤガヤしてない地区なんだけど、そこですっごい有名な朝ごはんがあるのよ。もう朝8時からお昼にはもう閉まっちゃう、そういうレストラン。わあ、楽しみ。楽しみですか？お腹ペコペコですか？ペコペコです。寝ぼけてますけど、あなた。うわぁ、お腹空いた。着きましたね、サンヌール。着きました。あ、トゥナシェンプ。Yes, with sambal? Yes, sambal. I love it. I am? ナシアヤム。ナシアヤム。ナシアヤム。ナシっていうのが。ご飯。そう、ご飯。アヤムが鶏肉。そう。だからこれでナシアヤム。まあチャンプルですね。ナシチャンプルの鶏肉版。うん、何が入ってるの？そう。ゴーヤ。ゴーヤ。ゴーヤからいくんだ、ナシアヤム。ゴーヤ。はい、ゴーヤ。あと鶏肉の皮。鶏肉の皮。フリッターになってるの。それ皮の、あ、揚げてあるやつなんだ。で、鶏肉、骨付き鶏肉。骨付きなの。結構あれだね、うん、タンパク質の繊維質が入って、うん、いい感じ。まあ俺筋トレするからこういうの大好き。タンパク質、そう、タンパク質で言えば卵もあるし、ね、まあ謎なんで一回食べてみて、どうぞ。いただきます。うん、おいしい。おいしい。カレー風味。カレー風味なの。あ、じゃあターメリックとか、うん、ウコンとか、うん、うめえ。あ、おいしい。ちょうどいい。サンバルそんなに辛くないんですか？ちょっと辛い。ちょっと辛い。うん。うわ、レバーで。じゃあ調整してください。レバーあんま好きじゃない。ちょっとあんまり得意じゃないんですけど。でも、やってみて。行ってみて。うん。そんな臭くない。おいしい。全然臭くない。本当、うん、レバー嫌いなミスズでも食える。いける。じゃあ俺レバー好きな俺だったらもうそれだけありゃいい。うん、いやそれは寂しいだろう。こう手で食うっていうさ、このバリニーズスタイル、うん、バリヒンドゥのあれがもっと美味しくさせるんじゃない、うん、やっぱスプーンとフォークより手で食った方が雰囲気美味しいよな、うん、なんだろうね、手のぬくもりなのかな。ぬくもりご飯を温めてるの。そう、それが改造させる。あ、お旨味を。そんなことあるの、すごいね。えな、うん、えな、えなすかり。ごちそうさまでした。ごちそうさま。美味しかった。2軒目はナシゴレン。ナシゴレン、うん、でもナシゴレンってさ結構当たり前じゃん、どこにでもあるじゃん、うん、でもここのナシゴレンはちょっと違うのよ。え、どう違うの。どう違う、まあ、食べてみて分かるんだけどね。まあ普通のケチャップマニスとかで味付けするナシゴレンと違って、まあ、なんか入ってるんですよ。まあとりあえず行ってみましょうか。行ってみよう。来ましたね。来ましたね。これ何ですか、これ。ナシゴレンピンダン。ピンダンって何ですか。カツオの鉛節。カツオの鉛節。カツ
カツオってあの魚のカツオ？そう。どれがカツオなんだろう。これだね。あ、それだ。それそれそれ。それがカツオなんだ。びっくりだよね。カツオの鉛節が入ってる。そう、カツオの鉛節が入ってるナシゴレンなんですよ。普通ナシゴレンってさ、マニス。ケチャップマニスとか、まあなんかそういうジャンクな味付け、うん、油で炒めて、まあチャーハンみたいな感じになると思うんだけど、それがここカツオが入ってるんだよ。珍しいよね。だからだと思うんだけどね、ここのワルン、レストラン、猫がたくさんいるの。やっぱ猫ってさ、魚好きじゃない。猫カフェだよな。猫レストランだと思う。だからここは猫も楽しめちゃう。うん。じゃあどうぞ。いただきます。はい。うん、うん、うまいのよ。うまいんですか。どのぐらいうまいんですか。宇宙に宇宙でできちゃうの。ナシゴレンピンダンは宇宙でできちゃうの。カツオのコク、カツオのコクと旨味がすごい出てる。あ、やっぱ魚介の旨味ってね、うん、日本人好きだしね、コクが強い。うん、うん、なんかね、ナンプラーナンプラーじゃないんだよ、多分このカツオの旨味がナンプラーっぽさが出てるんだ、うん、あ、まあ、ナンプラーって魚醤だからな、うん、でも違うんだろうね、まあ、カツオの油、うん、あ、じゃあカツプラが出てるの。カツプラ入ってますよ。カツプラが。おお、でも美味しそう。唐辛子も入ってるのかな、まあ、サンバル入ってると思うから。ちょっとピリ辛、うん、ちょっとね。あ、ちょっとなんだ。アクセントぐらい。アクセントぐらい。じゃあそんなに辛いのが苦手な人でも、うん、ペロリと、うん、アクセントぐらいだったら食べれちゃう。いけると。お、いいですね。うん、うまっ。うい、はい、2品目、2品目、これ何ですか。これピンダン、うん、ピンダンバワンマカ、ま、ピンダンがカツオの名前だし、うん、バワンが分かりません、後で調べて。でマタが多分サンバルマタ、サンバルマタっていうのがあるから、これが多分カツオ、カツオをとサンバルマタをあえた感じかな。まあサンバルマタね、すごい美味しいんで、お店によってね、だいぶ味違うんだよ、サンバルマタって。あ、そうなの。うん、あの生のフレッシュなサンバルだから。うーん、そう、だからオニオンとか、あとガーリック、あとジンジャー、生姜ね、あと唐辛子と、まあ油とか、あとエビの細かくなんか殻を砕いたペーストにしたやつがあるんだけど、それがね、またね、ちょっと癖がある臭みでね、うまいんだよ。そうなの。じゃあどうぞ。いただきます。はい、うん、うん、もう言うこと分かってますよ。濃厚っていいでしょ。これもカツオの旨味だ。カツオの旨味が濃厚で、うん、うん、おいしい。なんだろうな、でもさっぱりしてるんだよね。さっぱりしてる。うん、油濃くない。うん、あ、じゃあサンバルが、ここのサンバルあんまりオイリーじゃないのかもね。うん、さっぱり、玉ねぎとかネギとかの、あ、香りが強い、うん、じゃあここのサンバルは赤玉ねぎがメインで、でそこにちょっとしたジンジャー、生姜とちょっとのガーリックとちょっとのチリを入れてる感じかな。うん、そんな感じ。話聞いてないね、めちゃくちゃ食べちゃう。美味しいんだもん。まあ美味しいよね。葉っぱ、これ何の葉っぱだ。空心菜じゃない。穴開いてるもん。ちょっと食べてみよう。これ。うん。うん。おいしい。おいしい。おいしい。あっという間。本当あっという間ですよね。あんた、うん、うめえもんは。エナスカリー。As usual. いや、美味しかった。美味しかったですね。また来たい。また来たいですか、うん、まあまあもうすぐ来るでしょ多分、うん、宿からね、5、6分で来れるし。お店の雰囲気も最高だし。お店の雰囲気最高ですよ。お店の人も可愛いし、猫いるしな。